こんにちは、ザスです。今日は出張中の佐賀でホテルルートイン佐賀駅前に宿泊しました。今回も感染症対策のため車で移動です。ホテルルートイン佐賀駅前は2007年7月にオープン。綺麗にしてますね。建物に入ると消毒液と温度計が置いてあります。顔を近づけるとピピッとやってくれます。エントランスにはウェルカムドリンクでコーヒーメーカーが置いてありました。あるとことないとこで本当に様々ですね。あると私はとても嬉しいです。一晩で 3,4 杯飲みますからね。お部屋へ向かいます。今回のエレベーター2機しかない割にちょっとおバカちゃんでした。押してなかなか来ないんで他のことして待ってます。はい、到着しました。はい、到着しました。今日はですね、なんとお部屋がなかったということで、アップグレードされました。シングルで撮ったんですけどという感じになってます。ちょっと、なんでベッドが2つあるんだろうという感じですね。で、お部屋の案内の方をしていきます。いきなり空気清浄機があります。結構こう見ると広いですね、シングルの部屋に比べると。で、カバン置きですね、教えてくれました。で、テレビのリモコンとエアコンのリモコン。テレビがですね、ワウワウが見えるということで、こちらの方使ってます。案内がありまして、特段チェックインの時ですね、お風呂の案内とかなかったんですけども、夜中の2時までか明け方の5時から10時まで入れますよということなんで、ここに書いてあります。で、ちっちゃい折り紙がですねあったりして、ほんとちっちゃいですわ。よいしょ。電源がこちらにあります。で、お部屋の電気なんですけども、まあこちらとカード式カードを挿せば、使えます。で、テレビが20インチぐらいかな、もうちょっと大きいか、26インチぐらいって書いてありますね。はい。で、ティッシュがあって、で、インフォメーションがあります。インフォメーション大事です。これ多分、あ、ここにフリー Wi-Fi のアドレスがあるわ。あんま見せちゃいけないんだな、これきっと。で、これが、電源があるってことは冷蔵庫のスイッチ、電気ケトルと、お茶、煎茶、これは紅茶かな、多分紅茶やと思うんですけど、イングリッシュブレックファースト、紅茶と煎茶。あとちょっと面白いですね、これカップが初めてです、こういうカップと、ドライヤーと冷蔵庫があります。やっぱちょっといいホテルになると隠してあるんですね。こんな感じです。で、窓からの眺望はやっぱツインだけあっていいとこですね。ええ感じになってます。よいしょ。うん。なかなかええですよ。で、ベッドがセミダブルが2台あるのかな、これ。セミダブルですね。大きい。どっち使おうかな。で、頭のとこには、入り口灯と照明、主照明の電源があります。特段ですね、電気が頭のとこにはない。
ですね。ということで、この机で充電してくださいね、ですね。で、USB の、もついてませんので、USB もない。で、LAN のケーブルはあるよ。なんで、USB の充電は対応してません、ということです。で、お風呂の方行きます。お風呂。ユニットバスがあります。はい、ユニットバス。うん。普通通りのユニットバスですね。ちょっとちっちゃめ。1216ぐらいの感じですよ、サイズは。底面棒、スキンケアセット、メイク落とし洗顔フォーム、化粧水、乳液。ですね。あと歯ブラシ。と、髭剃り。これは、フォーム付きです。で、洗顔フォーム、手洗い。とシャンプー、リンス、コンディショナーがあります。こちらは普通なんですけど、こちらには、大浴場がついてますんで、まあ人工温泉ということで、私はそちらを利用したいと思います。ということで、お部屋は以上ですね。ちょっとグレードのいいお部屋というより、まあまあツインのお部屋、用意していただきましたんで、今日はこちらでゆっくりしたいと思います。それではまた。クローゼットの中、説明忘れてました。こちらがパジャマですね。浴衣、寝巻きです。ここはリセッシュが置いてあります。と、ズボンプレッサーというんですかね。これが置いてあります。各部屋に置いてあるんでしょうか。普通は共用でですね、ワンフロアに1個だけとか、そういうとこが多いんですけども。ここはちょっとリッチです。で、三面鏡なんですね。こちら。これは女性の方とかいいんじゃないでしょうか。私は使いませんけど、なかなか面白いですね。最近流行らないような気がするんですけどね、こういうとこもあります。それではお風呂の方、入りに行きたいと思います。それでは行ってきます。お風呂へ向かいます。今回は人工温泉だそうです。はい、戻ってきました。もうちょい時間があるんで、もうちょいというかだいぶ時間あるんで、ゆっくりしたいと思います。ちょっとお仕事できるかな。ということで、そしたらまた。はい、それでは、もう夜の11時になりましたので、もう寝ようかと思います。それでは、おやすみなさい。おはようございます。今6時7分になりました。朝6時30分からご飯ということで、今用意してます。もう出ていく用意です。
それで、外がですね、えらいこっちゃなんです。また雪がすごくてですね、これ見てください、見えますかね。よいしょ、ちょっと反射して、真っ白けです。すごい雪でした。まあ、夜中はバーッと降るというよりもしんしんと降ってくる感じですね。で、積もるんだから相当冷え込んでると思います。で、エアコンもですね、まあ1台あるんですけども、なかなか冷えなくて1日、まあそれなりに、寒かったです。ずっと最大にしてりゃよかったんですけども、途中弱めてしまったんで、明け方普通に寒いという状況でした。布団もですね、良かったんですけど、ちょっと薄いんですね。それ見越して、温度設定しとけばよかったです。で、このベッドなんですけど、私すごく良かったです。アパホテルとかって結構柔らかめのベッドなんですけど、これ結構硬いです。日本人好みなんかな、だと思います。で、見てみると、西川リビングさんとルートインが、共同で開発したマットということで、書いてあります。で、本当体には優しいなと。ちょっと人によって硬いかなという人がおるかと思うんですけども、私はこれベストでした。さっきも言った通りで、アパホテルとか結構やわめに作ってあってですね、弱いのが好きな人と硬いのが好きな人、結構いると思うんで、それちょっと泊まってみて、いろいろ、自分に合うベッド探すといいかもわかりません。結構どこに行っても、スーパーホテル、アパホテル、あとルートインとか、いろいろありますんで。で、自分に合ったベッド、これがいいって思ったらそこに泊まればいいんじゃないかと思います。チェーン店で同じような、ベッド使ってると思いますんで、それで合うと思います。非常に寝心地良かったですよ。セミダブルですし、もう一つは使いませんでしたけどね、もったいないですけど。ということで、6時半になったら朝ごはんに行こうと思いますんで、それでは、もうちょっとゆっくりして向かいます。それでは、はい、それでは6時、19分になりましたので、そろそろ、朝食会場の方に向かいます。それでは行きます。一晩ありがとうございました。ホテルってなんで真っ先にスクランブルエッグが置いてあるんでしょうね。こちらのコロッケがサクサクで美味しかったです。安定のウインナー、しょっぱすぎず良かったですよ。焼きサバを取ります。九州はサバが美味しいんですね。
クロワッサンもいただきました。芋餅ってもちもちしてるんです。どうやって作るんでしょうね、これ。ご飯もいただきました。ごちそうさまでしたということでチェックアウトします。すいません、ありがとうございます。チェックお願いします。中でお待ちいただいて、どうするか、そこら辺とか。ご視聴ありがとうございました。もし少しでも良いと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。励みになります。